はい、皆さんこんにちは、6人の医師ホスピタル6人の医師実況21回目まで来ました。今回ですね、新しい先生のお話になります。実はね、これちょっとね、さて途中まで遊んだんですけど、発見した症状からちょっと待っててくださいね。これね、録画できてなかったんですよ。で、ここにセーブってあるじゃないですか。このわけわかんないところでセーブしちゃったんで、どうしようかな。なんとかやめる方法ないかな。あ、これいいじゃん。はい、ごめんなさい、失礼しました。ちょっとね、もう一回これ最初からスタートします。じゃあまずこの灰色の日常ですね、こっからご覧ください。ではスタートします。オペレーションコンプリート。よし、次の患者を運べ。カニンガム先生、こっちもお願いします。患者さんが痙攣して。くそ、キリがねえ。行け、ここは私が。寝ちまったな。リサよ、自宅に電話しても無駄だと思って。今度の日曜日、ジョシュアの荷物を取りに行きたいの。どうせあなたは留守でしょうけど、鍵はポストに入れておくわ。さてと。はい、今回から、ガブリエル・カニンガム先生の、ストーリーで第1話灰色の日常を今見てもらいました。じゃあね、こっからゲーム本編スタートします。第2話診断医の憂鬱。はい、じゃあこれね、またちょっと診断方法が全然違います。診断方法っていうか、まあちょっと見てもらえばわかるかな。それじゃあスタートします。ゲイブ、入るわよ。失礼します。もういいよダネル、早く奥行ってよ。おいおい、なんだその荷物は。引っ越しの予定はないぜ。じゃん、何やってる。すごいでしょ。違いますよ、これはこっち。これがあなたの新しいパート。ドニシステム。大体君はどうしてこんな機械を見ただけで。この部屋は物置じゃないんだが。この子はね、あなたみたいな診断専門医をサポートするために作られたの。診断の経過やカルテの記録、検査の申請や病名の検索だって完璧。実に素晴らしいね。 NASA もびっくりだ。患者に訴えられたら証拠として大活躍か。信頼されてるな俺は。ゲイブ、とにかく使ってみて、きっと気に入るわ。気に入る？俺が？ありえないだろう。大体こういうものは。おはようございます、ドクター・カニンガム。勘弁してくれ、喋るのかよ。仲が良さそうで安心したわ。じゃ、ごゆっくり。お邪魔しました。お騒がせしました。ほら、エマ。おい、いいじゃん。
ったくどうしろってんだよ、こんなもん。症状を確認しました。深いため息は過労などの原因から来る心臓神経症の疑いがあります。ベータ受容代謝弾薬や精神安定剤の経口投与をお勧めします。あのな、ご丁寧にどうも。さて、早速だが賢いお前に一つお願いがある。イエス、ドクター。何でしょうか。俺が聞いたこと以外は一言も話すな。質問があればこっちから聞く。それ以外は石になってろ。いいな。イエス、ドクター。ただし私のおよそ 82% は石油加工原料で形成されています。鉱物の使用量は 10% に満たないため石になることは不可能です。おっと、お客様だ。ちょっと待ってろ、今片付ける。それでお前を使うにはまず何をすりゃいいんだ。イエス、ドクター。患者を診察し発見した症状を入力してください。確率の高い病名を割り出し症状を確認することが可能です。提示する症例は。落ち着けよ、こっちはロボットじゃない。一気に話されても困るんだ。イエス、ドクター。 90% 以上の確率であなたは人間です。はあ、残りの 10% をぜひお聞かせ願いたいね。さ、診察を始めるぞ。はい、そういうわけでね、今回はオペではなく診察がメインの話になります。でね、ゲーム内容としてはね、今までのようになんだ、こうリモコンとかでなぞったり切ったりっていうのはね、今のところなかったです。どっちかって言えば昔のオーソドックスなアドベンチャーゲーム、それ想像してもらうと分かりやすいかな。まあちょっとやってみますね。あの、こんにちは。その私。ああ、そんなに緊張しなくていい。普通にしていろ、普通に。あ、はい、よろしくお願いします。さて、スーパーロボット準備はいいか。イエス、ドクター。ですが私は診断補助端末。ああ、いい、もう喋るな。さて、じゃあ問診から始めるぞ。さて、じゃあ話を聞こうか。なんで病院なんかへ来ちまったんだ。はい、はい、ここで問診の目的ですね。これは患者さんの、話をまず聞いて、そこから病気の症状を見つけ出します。で、書いてありますが、吹き出しの中にですね、気になる症状があったらそこをポイントして A ボタンを押します。ここでは合唱部に所属していて、もうすぐ大事なコンクールがあるんです。だけど、なんだか喉が変な感じで。はい、それでね、間違ってしまうと変なとこに変な判断をすると、このハート、これが今5つあるのかな、それが全部減っていきます。全部っていうか減っていきます。で、全部なくなるとゲームオーバーです。喉に違和感があるか。もう少し具体的な症状を見つけないとな。その、息が吸いづらくてブレスが思うようにできなかったりするんです。息がしにくいか。軽度の呼吸困難だな。ロニー、これは症状だ。記録しておけ。イエス、ドクター。症状、呼吸困難を手に入れた。おい、その言い方はよせ。なんだか無駄に冒険しているような気分になっちまうだろう。デフォルト設定の一つです。診断に支障がありますか。文末および口調は
お好みに合わせて制限をかけることが可能です。制限しろ、今すぐだ。ったく、遊びじゃねえんだぞ。作ったやつは何考えてんだ。了解しました、ドクター。分物表現を変更し確認を行います。症状、呼吸困難を取得しました。それでいこう。普通でいいんだよ、普通で。実は昨日も学校を休んでしまって、じっとしているのに息が切れてしまって胸がドキドキしてたんです。安静時にも動悸や息切れがあるんだな。今はどうだ、まだ続いているか。はい、昨日からずっとです。なるほどな。後で聴診させてもらうぞ。ご飯の量を気にしなくても体重が順調に減ってます。体重が減った、ま、本人は喜んでいるようだが、何もせずに体重が減るのは異常だ。これも症状に加えておくぞ。よし、ドクター。症状、体重の減少を取得しました。よし、大体こんなもんだろう。問診はもう必要ないな。イエス、ドクター。続いて聴診を開始してください。患者の言葉からは動悸、息切れの症状が推測されます。はいはい、何かお前に指示されてるみたいで、すごく不愉快なんだがな。ドクター、早速ですが診察、聴診を解禁しました。さて、じゃあ聴診させてもらうぞ。上着を上げてもらえるか。はい、その恥ずかしいです。ドクター、異性に対する診察は十分な配慮をお願いします。場合によっては訴訟問題に発展する恐れも。あのな、聴診するだけだ、何をどうしろってんだよ。私は大丈夫ですから。ったく、ほら見ろ、余計に気まずくなっちまったじゃないか。呼吸数が多いようだ。ロニー、症状を発見した。記録を頼む。イエス、ドクター。症状、呼吸数の増加を取得しました。心拍数が増加しているようだな。ロニー、症状の記録だ。頼んだぞ。イエス、ドクター。症状、
心拍数の増加を取得しました。よく見りゃ違和感だらけだな。どれ、指針で確認するか。症状の一つだろう。ロニー、記録しておけ。イエス、ドクター。症状、指先の震えを取得しました。心なしか頸部に腫れが見えるな。どれ、悪いが少し触らせてもらうぞ。あ、はい、どうぞ。なるほどな。痛むか。はい、押されると少し痛い感じがします。そうか、 CT で確認しよう。ロニー、画像診断の手配を頼む。イエス、ドクター。許可の申請を開始します。規定の手順に従って実施日を指定し、必要情報を入力してください。あのな、今日だ。それも今すぐ。空いている時間に何とかねじ込め。お言葉ですが、ドクター、規定では。規定じゃ命は救えねえよ。さっさとやれ。患者を待たせる気か。イエス、ドクター。検査を申請します。症状、首の腫れを取得、および診察、CT 検査を解禁しました。
目立った症状はこんなもんだな。一旦診察終わろうか。ありがとうございました。待て、まだ診断は終わりじゃない。必要があればもう一度ここへ来てもらうがいいな。ええ、もちろんです。よろしくお願いします。さて、一旦診察室を出るか。また必要なら来ればいいさ。ドクターカニンガム、インフォメーションです。診断を行う場合や経過を記録する場合は自室へ戻ってください。また先ほど申請した CT 検査の準備ができています。検査画像を確認する場合は画像検査室へどうぞ。はいはい、分かってますってのは。この部屋では患者を撮影した画像を確認することが可能です。 CT の準備ができてるんだったな。どれ、確認してみるか。ボニー、患者を撮影した画像を出してくれ。 Yes, ドクター。画像ファイルを開きます。ドクターカニンガム、検査のご説明をいたします。今回解禁された CT 検査とはコンピュータ断層撮影検査の略称です。人体に X 線を照射し患部の断層画像を撮影することが可能です。うん、あのな、俺は医者なんだが。 Yes, ドクター。デフォルト設定でのご説明です。あ、そう、そりゃご丁寧にどうも。さて、じゃあ一枚ずつ確認していくか。甲状腺に腫れている部分があるな。なるほど、診断が進みそうだ。自室へ戻って症状を整理するか。 Yes, ドクター。症状、甲状腺の腫れを取得しました。発見した症状から診断候補を絞り込むとするか。はい、前回ねちょっとこの辺まで遊んで、録画できてないことに気づきました。でね、こっからちょっと診断モードに入ります。このセーブパネルっていうのをねちょっと押しちゃって変な風にセーブしちゃったんですけどね。ここからね、まあ普通の探偵もののゲームで言えば推理する部分かな。で、まずですね、この診断する、さて、取得した症状から考えられる診断候補を出してくれ。 Yes, ドクター。診断候補を表示します。これが容疑者集めた部分ですね。で、今まで得てきたこの
症状ですね、左側に出てます。これが全て当てはまる病気をこの右の段から見つけます。で、手に入れたのは甲状腺の腫れ、首の腫れ、指先の震え、心拍数の増加、呼吸数の増加、体重の減少、呼吸困難ですね。これが当てはまる病気を探します。まずは無痛性甲状炎、これは甲状腺が破壊されて血液中に流れ出した甲状腺ホルモンが一時的に働きすぎることで甲状腺機能、なんだこれ、亢進症とでも言うのか、引き起こす症状で、発症すると甲状腺が腫れ、首の腫れ、主診でも首の腫れ見つけることできましたね。甲状腺が気道を圧迫することで呼吸困難を訴える、甲状腺の腫れ、はい、呼吸困難、血液中のホルモン値が一時的に高くなることによって心臓の動きが活発、またその他の症状として指先の震え、首の腫れ、呼吸数の増加、体重の減少、全部当てはまりますね。発見した全ての症状は診断候補に当てはまったな。ドクター、症状の一致する候補が一つであるとは限りません。他の診断候補にも入手した症状を当てはめてみることをお勧めします。はい。診断完了なんて言ってないだろ。今からやるってんだよ。はい、じゃあ他の病気を見てみましょうか。バセドウ病、はい、これは、甲状腺がまず腫れる、視診でも首の腫れが確認できる、呼吸困難、あとは心拍数の増加、指先の震えや体重の減少、呼吸数の増加っていうのはこの中には書かれてますね。呼吸数の増加、うん、この診断候補にも発見した全ての症状が当てはまったな。今んとこ2つ当てはまりましたね。イエス、ドクター、こういったケースも多くあります。他の候補にも症状を当てはめ一致する候補を絞り込んでいきましょう。はいはい、わかりましたよ。診断を続けましょうかね。っと、はい、次の病気、プランマー病、これも甲状腺の腫れ、呼吸困難、あとは心臓の動きが活発になって呼吸数の増加、指先の震え、体重の減少、あとは
タク数の増加、首の腫れって書いてあったかな。ああ、首の腫れ全部当てはまるな。うん、これも当てはまったな。これで候補が3つか。イエス、ドクター。しかし、これらは全て甲状腺疾患です。なるほど。ということは、いずれにしろ甲状腺疾患の可能性が高いってわけだ。ドニー、確定診断に移るぞ。必要な検査を申請しろ。イエス、ドクター。検査の実施日は今すぐですね。うん、賢いじゃないか。よく覚えたな。その通りだ。了解しました。検査の申請を開始します。診察、分析検査、MRI 検査およびシンチグラフィーを解禁しました。なんかいろんな診断の方法出ましたね。さて、診断には決め手が必要だ。いよいよ決戦と行くか。イエス、ドクター。追加された検査が役立つといいですね。ドクター・カニンガム、定型インフォメーションです。分析検査をお望みの場合、診察室へ向かってください。また先ほど申請した MRI およびシンチグラフィーの準備が完了しています。検査画像を確認する場合、画像検査室へ移動してください。うん、分かった。っていうか、分かってるんだかな。現在、シンチグラフィーおよび MRI 検査の準備が完了しています。うん、上出来だ。早速確認していくか。ドクター、今回解禁された検査についてご説明します。もう止める気も起きねえよ。ご自由にどうぞ。シンチグラフィーとは、放射線同位体の集積分布を画像化する検査です。同位体の取り込みを確認することで、腫瘍や臓器の状態を知ることができます。次に MRI 検査とは、磁気共鳴画像検査の略称です。磁気を利用して人体の断面画像を撮影することが可能です。 CT 検査と類似しますが、被曝がなく、より詳細な撮影ができるため、一般的に頭部の病巣などには MRI 検査が用いられます。へえへえ、さようでございますね。よく勉強していらっしゃることで。放射性溶土の取り込みが甲状腺の数箇所に集中しているな。ロニー、これは症状の一つだ。記録しておけ。イエス、ドクター。甲状腺の異常集積度を取得します。
診断や診察の経過を記録することが可能です。俺の部屋だけどな。それじゃ診断を手伝ってもらおうか。イエス、ドクター。何なりとお申し付けください。とりあえずこの3つですね。この3つが当てはまるもの、候補としてはこれか、甲状腺の異常集積、異常として集積しない、ほぼ取り込みはほぼ見られない、異常として確認されている、眼球周辺の筋肉に腫れ、まあでも一応これ当てはまりますね。あ、違うんだ。いや、間違えちゃった。こっちか。眼球腫れてるような気もしたんだけど、気のせいか。さて、診断には決め手が必要だ。いよいよ決戦といくか。イエス、ドクター。あ、先生、なかなか難しいな。おはようございます。あの、検査の結果はどうだったんですか。うん、まあ、だいたい絞れた。甲状腺疾患だろうな。甲状腺？あの、私、まだ歌いますよね。もし、声が出なくなったりしたら。落ち着け。不安はわかるが、まだ診断中だ。すべて終わるまでしっかり待て。そうですよね。ロニー、どうだ？分析検査は終わってるのか？イエス、ドクター。ファイルをご覧になりますか。見るさ。何のために検査したんだ。さっさと出してくれ。了解しました。ファイルを開きます。さて、それじゃあ患者の測定値と基準値を順に比較していくぞ。分析検査の目的、各種検査項目の測定値から異常値を発見しろ。基準値の範囲にない値をポイントして A を押せ。
抱えてるのは どういう意味だかさっぱりわかんないけど、とにかくこのこっちの数字がこっちに当てはまらなければダメなんでしょ。全部当てはまってるんだよね。あ、なんだこれ、これおかしいんじゃないか。ちょっと待って待って待って、うん、こっちこっち、うん、FT3 の値が高いようだ。これも高いね。ロニ、症状を発見したぞ。記録しておけ。イエス、ドクター。症状 FT3 高値を取得しました。うん、微量だが FT4 の値が基準値を超しているようだ。ロニ、記録を頼む。症状 FT4 高値を取得しました。その下もおかしいか。基準値ではこの TSH0.34 が一番低いんですよ。でもこの人 0.03 だって、おかしいよね。うん、TSH の値がやけに低いな。ロニー、症状だ。記録を頼む。イエス、ドクター。症状、TSH 低値を取得しました。あとは、あとは全部大丈夫かな。おかしいのはこの3つぐらいかな。必要な情報集まったな。自室に戻って診断を確定するか。はい、じゃあちょっとね、自室へ戻ります。今回長いな。3つ当てはまんなきゃいけない。TSH の低値、FT3 の高値、これが全部当てはまった。プランマー病だ。決まりだな。患者の病名はプランマー病だ。これね、よく見ると目の周りも腫れてんですよ、この子。なんかね、厚ぼったりしてるんですよ、目の下。ロニー、整形外科に連絡しろ。カルテをまとめてオペを依頼する。イエス、ドクター。処理を引き継ぎます。お疲れ様でした。さて、あとは本人に伝えるだけか。まあ、大した病気じゃなくてよかったぜ。ということで、うちの整形外科でオペすりゃちゃんと治る。あの、私本当に治るんですね、それが終われば。うん、もちろんだ。ありがとう、本当にありがとうございます。どうぞ。OK でした。やった、お前か。何の用だ。あら、失礼ね。
私は医局長よ。病棟全体に気を配るのがリーダーの役目でしょ。分かったから余計を言えよ。一体なんだ。ほんと可愛くないわね、あんた。トモエから連絡があったの。ジョシアのオペが無事に終わったそうよ。そうか。行かないつもり？オペは終わったんだろ。まだ医者が必要か。そうじゃなくて、私が言ってるのは。はいはい、次の要件は。たく、ほら。招待状ね。学会に出ろと。今回はすごいわよ。パーティーが最高なの。場所は日本なんだけどね。本場イタリアから最高のシェフが来るの。私今から楽しみで。よし、ちょっとあんた何してんの。あいにくだが無駄なことが嫌いでね。学会に出て全ての患者が救えるならいくらでも行くさ。ああ、それからこれをハンクに届けてくれ。オペの指示書？ちょっとあんた、医局長を伝書バトに使おうっての？病棟全体に気を配るのがリーダーの役目だろ。俺も仕事のうちさ。ひひー、分かったわよ。はい、なんとかねクリアしましたね。これランクはないのかな。今回はなさそうだな。うん、よしよし。難しかった。結構頭を使うですねこれは。よし、さてそれじゃあ今回の実況はこれぐらいにして、次回第3話炎と闇。はい、この先生はねちょっと、まあ離婚するのかな、わかんないけど、息子はね可愛い顔してましたね。そうそう、さっきあの目があつぼったように見えるって言ったの、こう髪の毛がねかかってたんだ顔に、それがちょっとあつぼったように見えたんだ。はい、それじゃあ今回も実況は誠がやらせていただきました。では次回、炎と闇でまたお会いできるのを楽しみにしています。では今回ね、ちょっと長くなりました。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。体は大事にしてください。はい、それでは失礼いたします。